はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。直樹さん、はい、マインドフルネスっていうのは今を生きる教えですよね。はい、今の心に帰って、そうですね、今この瞬間に注意を向ける、それがマインドフルネスですよね。はい、でもこれってブッダは今を生きろってどっかお経で言ってるんですかね。言ってるんですかね。言ってると思います。言ってると思います。はい、残っているということは、はい、ブッダの言葉で残ってるから現代にも残っている。はい、まあ今回まで第1回第2回でマインドフルネスとは何かっていうのを扱ってきて、ね、まあ今医療業界とかビジネスの世界でもマインドフルネス使われてますけど、まあ、源流は仏教にあるんだよって話を、はい、まあ、これまでしてきました、はい、でも何教に書いてあるとかそういう話をね、してこなかったと思うんですよ。はいはい、まあ実際いろんなところに書いてあるんだけど、でも1個あげろって言われたら、パシッと1個あげれる、ブッダの今を生きる教えみたいな経典があるんですよ。へ、うん、その経典の名前はご存知ですか？いや、わかんないです。一緒にやったじゃないですか。なんか何種類かありましたね。まあ何種類かありますけど、今を生きる教えっていうのに限定したら、タイトルは、日々これ口実経です。めちゃめちゃ聞いたことがある。はい。まあこれは、なんていうか、お茶の言葉だよね。禅の言葉で、日々これ口実っていう。日々これ。良き日って書いて、はいはい、日々これ後日後日両方読むのかな、うん、だけどまあ日々を良き日となすと、まあいい日悪い日とかじゃなくて毎日毎日がいい日になるっていうのが、まあこの日々これ後日の、意味なんですけど、まあそこに今日っていうのがくっついてて、日々これ後日今日ってお経があります。これがブッダの今を生きろっていう、あのマインドフルネスの、まあ、根幹ですよね。今の心に帰れと、今この瞬間に戻りなさいっていうのを、もう短いんですよ、全然長くなくて、短くもうバシッと言ってるのがこの経典で、今回はあのマインドフルネスとは何か第3回ということで、いよいよこの経典、ブッダのこのマインドフルネスのこの中心の考え方をもうストレートに扱ってるこの経典を今回は扱っていきたいと思います。はい、しかもですね、これ大サービスなんですけど、うん、日本語訳っていっぱい出てるんですよ。はい、でも僕はブッダの言葉のエッセンスを感じてほしいんです。はい、だからなんとパーリ語、古代インドの言葉、はい、ブッダの言葉に近いと言われてるパーリ語を一緒に見て、パーリ語のニュアンスを感じ取れるように、こう日々これ口実経を紹介いたします。なかなかないんじゃないですか。なかなかないと思います。お、まあ、僕が欲しかったコンテンツの、ね、これ作ったんで、じゃあもうかなり濃い人にはもうぶっ刺さる内容になってる。ぶっ刺さるし、もうマインドフルネスに興味を持って仏教を勉強した人がまず最初に読んでほしい経典がこの日々これ口実経。まあ抜定からったすったって、まあ、いろんな訳はあるんだけど、これをまず読んでほしくて紹介今回しました。でまあポッドキャスト版では音声しかなかったんで、多分まあパーリ語で紹介するのはいいんだけど、音声だけじゃ分かんねえよっていう声があったんですよね。はい、あったんですよ。はい、一応ブログとかに載せてて、興味ある人はそっちで見てねとかやってたんだけど、はい、まあ、ちょっと不親切だなって思うんで、今回は YouTube リマスター版ということで、ちゃんとそのパーリ語の、原文、まあ、アルファベットで皆さん読めると思うんだけど、原文も載せて、でそれがこういう意味でっていうのをこう、まあ、逐次目で見て、で耳でも聞いてわかるっていう形になってますので、かなりお得な回かなと思っております。はい、では本編ぜひお楽しみください。いや、今回は、
シリーズ最後、一番ディープなとこです。もう、原文と照らし合わせながら一個一個読んじゃおうと思います。ちょっと大学の授業みたいなね。そうですね。はい。まあ、原文もね、素敵なので。はい。はい、じゃ最初のとこから読んでますね。アティータンナンバガメイヤーとなります。うん。これが、あ、こういうリズムがあるんですよ。節がね、こうやって。それはどのお経にも共通の。あ、いやいや、それぞれのお経というか、なんか読み癖。あ、それはわかるんですか、こうやって文章を読めば。いや、私なんか CD で聞きまくったので。ああ、そういうことですね。音楽の代わりにお経を読むってちょっと変態的なところ。あ、でも、そういう節があると。はい。節がある。で、今読んでくださったということですね。はい、スリランカの節ですね。はいはい。アティータンっていうのが、過去を、ナンバガメイヤーというのが、追い求めるべきではないと。うん。はい。まあ、簡単なことですね。で、ナッパティ関係アナーガタンというのが、願うべきではない、未来を、と思います、うん。ちなみにこの過去とか未来単語ありますけど、はい。これあれ、こっから作ったらしいね。この。どういうことですか？うん。もともと中国語に過去って未来単語なかったらしくて、へぇ、このアティータン、仏教を、このアティータンっていう単語を、not have arrived っていう意味なんだけど、うんうん、訳すときに作ったっていう話を聞いたことがあります。過去という文字をってことですか？うん。へぇ、過去ってこの一つの単語。なるほど。ちなみに、アナーガタンっていうのも、これまさに、アナってのが未、まだ、ガタってのが来る、うん、アーガタってのが来る。まさに未来。うん、そのためになんか作ったみたいな。まだ来ましていない。へぇ、かつては、この過去と未来っていう単語が中国語になかったらしいっていうのを、誰か先生から聞きましたね。へぇ、はい。面白い。意外とね、中国語はね、仏教から概念を、まあ日本もそうだけど、取り入れてるんだよね。うんうんうん、で、この解説としては、まあ聞けばわかるんだけど、まあ過去を追いゆく、追い求めるっていうのは、過去に私の姿や思い、感覚はこうであったと、喜ぶこと。つまり、過去の世界での嬉しかったことや気持ちよかったことに欲望によって縛られ、それをもう一度現在において喜んだり、まあ、あるいは悲しんだりして、リピートして、追想してしまうことです。これはもう、誰しもありますよね。うんうん、例で挙げときましたけど、もう過去の恋とかも、はい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 。もう何を隠そう、私これ書きながら、はい、なんかめっちゃ思い出してきて。へぇ、過去の恋語ですか？過去の恋語、ね。あらら。ものすごい思い出してね。はい、もう、悪いことしたなとか、もうすごいスイートだったけど、はい、本当悪いことしたなとか、何をしたか気になるわけ。悪いことしたなって、本当も私も恥の多い人生を歩んできたんで、悪いことして反省して頭を丸めたんですけど、ああそういう経緯があったんですね。ないけど、実際、まあ、仏教に出会うまで、はい、そういうもう女の子といっぱい恋愛するのはいいことだと思ってたんで、へえ。だってみんなモテたいと思うじゃん。まあ、モテたいですよね。もうそれ吸い込まれ、モテるのベストみたいな。はい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 、いろんな人をと付き合ったりた楽しむのがなんか、かっこいい、はいはい、価値観の中で生きてるから、はいはいはい、やっぱそれは傷つけたりするね。自分も気持ちも傷つけたり。ああ、なるほどなるほど。傷つけることもあったので、もう割とリピートしてきますね。うわぁ。それが、もう、ああ、怒ったわけですね。もう、なんかこれ、なんでかしらんか、これ書きながら、めっちゃリピートしとるやん、みたいな、これ言いながら。面白い、面白い。だから、これ、私、解説してますけど、はい、できないからね、これ。できてないからね。なるほど、なるほど。だからこそ、読ま、そう、やってる。何回も読むんだけどね。ですよね、ですよね。何回も読むんだけど、これは言うは安い。言うは安しだけど、行うは形。正しいですからね。まあ、成功体験とか褒められたことなの。うん、まあ、これも本当に何回もリピートしちゃうね。確かに。うん。で、未来を願いゆく。未来を願うっていうのはどういうことかっていうと、未来に私の姿や思い、感覚はこのようになるだろうと、まだ獲得されてないものの獲得に心を置き、それに歓喜すること。まあ、つまり未来の世界を欲望のままに思い描き、それに心を躍らせ、期待し、願うこと。です。
すいません、恋愛話が多いんですけど、はい、告白前とかこれ絶対やるよね。絶対やりますね。絶対やるね。これ、もう逆に未来を願い行かないこと難しくないですか？すごい、これ前に。これ、いやもう告、そうだね。てかもう告白してる人はもう今に生きてないんだよね。まあ生きてないですよね。もう、なんならデータプランというか、なんかもう、変な話、結婚とかまでこう、ああ、思いついて。妄想はそうだ、行っちゃいますよね。もうどんどん行っちゃう。もう止まらないよね。でも、そうすると恋愛でマインドフルネスでいるってめちゃめちゃむずくないですか？でも多分そういう人がモテるんだよ。ああ、今の言葉めちゃ刺さりますね。絶対そうじゃない。その言葉はめちゃくちゃ今の僕に伝わるんですけど。そうだと思うんだよね。目の前でなんかニヤニヤしてる男よりも、なんか絶対この動じない男の方が、確実にモテるよね。間違いない。うん。だから、恋愛においてマインドフルネスは非常に大事だ。大事だ。モテるためにはマインドフルネスと。はい。もう動じないと。未来で心を持っていかないと。まあでもそうですもんね。確かに女の子とこの先うんぬみたいなことを未来願ってる男よりかは。絶対失敗するよね。バレますよね。バレるね。バレるし、もう、ここ。出ちゃいますね。出ちゃうんですよ。心が先ですもんね、すべて。はい。これはもう、マインドフルネスというか、もう恋愛に関してもう、これはもう本当に大事で。あ、まあ、でもこれはしちゃうし。しちゃう。例えば、直樹くんなんて、会社やってるから、はいはい、成功するのめっちゃ思い描きますね。もうそれ全然時間の無駄なんだけど、うん、私もかつてなんか小説家になりたいなと思ったけど、小説一個も書いてないのに、もうノーベル文学賞取った時のスピーチのなんか原稿とか。もう、かなり、あれですね。でしょ飛ばして想像してますね。もう芥川賞とかも当然みたいな。はい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 。本当に恥ずかしいけど。本当に恥ずかしいけど。はい。まあ、多分その妄想で何時間使ったか分かんないけど。はい。はい、結構やったね。そんな時が。うん。いや、あるでしょ？ロータスフィルムが、なんかもう、もうすごいバズりまくって。ああ、でもめっちゃありますね。その、未来、いい未来を願うということと、うん、不安な未来に、を懸念する。ああ、そっちもありますね。そっか、それもあると、ね。だから本当に、まあ、マインドフルでいるっていうのは、やっぱり時間は本当に少ないんじゃないかなって思いますね。ふ、うん、とした時にやっぱ思っちゃうんで、明日。ああ、それはでも分かる、ね。明日の仕事って、明日に関してもうまくいくかなとか。そうだね。昨日出した成果物大丈夫かなみたいなとか、めっちゃあるんで。それ冷静にかけたら、完全時間の無駄なんですよね。もう全然無駄です。どうしようもないんで。それで結果変わらないもんね。そう、心配したところで。そうなんですよ。やっぱ心配しちゃう。そんだったら現在にベスト尽くしたけよみたいな感じになってくるのは。そうなんですよ。もう、あ、おっしゃる通りです。おっしゃる通りなんですよ。もう、これ最初読んだ時私も、おっしゃる通りと思ったんだよね。うん、なんか、なかなかこれ言ってくる人いなかったんだよね、あんまり。仏教に出会うまで。あ、はい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 。うん、なんか、どっちかというと未来に夢を見ろみたいな感じじゃない？教育が。ビジョンがないとダメだ。確かに。今です、うん、今でもそういう傾向は強いと思う。強いよね。はい。夢はみたいなとか。そう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 。ことに聞かれますよね。うん。会社入るときとか。なんか夢とかビジョンないとダメなんじゃないみたいな感じ。あるかも。確かに。うん。まあ、まあ見てもいいんだけど、見てもいいんだけど、いっちゃん大事なのは、やっぱりその、今のやる、なすべきことを、もう、正確に持てる力を全部尽くしてやるってことが、その上で未来ってのを気づかれるわけで。なるほど。ビジョンばっか見てても絶対そこに行きつけない。はい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 。よね。確かに。言わないんだよ、これみんな。ああ、でも僕マインドフルネスでやってからかも。ビジネスの人は言わないよね、あんまりこれ。言わないですね。あと、なんかビジネスも、スーパートップクラスの人たちは言ってるイメージあります、ね。ああ、そうか。まあ本当もスーパートップクラスですよ。そうか。もう誰でも会社名してるみたいな、ソフトバンクと。ああ、そうなのか。今こことか、ホリエモンみたいな、スティーブ・ジョブズみたいな人たちはなんかもう今しかないみたいなのはよく言ってるイメージはありますけど。ええー、ね。まあジョブズとか左遷してるからね。まあ、こういうね、マイルフレンスからのエッセンスがあるとしても、そういうトップクラスとは言ってるイメージありますけど、周りの人でってなると、やっぱ少ない、うん。だよね。で、割とそれにみんな流されちゃうから。確かに。うん。やっぱ、これはだって、冷静に考えたらそうでしょって感じだから。そうなんですよ。これは一個基準として持っとかないと、その、
夢みたいな、んか夢進行、ビジョン進行に持ってかれちゃうから。いや、まさにそうですからね。夢とか結構、割と しんどいからね。言いますと。だって夢持って夢叶わなかったらしんどいでしょ。で、しかもその夢が、なんか自分が本当に思ってたことじゃなくて、例えば弁護士になったらみんな、チヤホヤしてくれるみたいな。外から与えられたような夢、聞いたとかね、あるじゃん。そっちにさ、外の影響になっちゃったら、そっちの方に行っちゃってたら、もしミスったとか自分に向いてなかったら、かなりしんどい。から、やっぱり、冷静にこう自分って何人見てるのかとか、自分の分析というか、自分が何をやって楽しいか、何をやると自分がこう今この瞬間こう、生き生きとするかっていうのを見とかないと、なるほど、なるほど。絶対後悔するんですよね。いや、もう私自身も後悔したけど。説得力が。いやいや、本当に。めっちゃ瞑想したからね。それ迷った方のですか？迷った方のね。あ、そう、メディテーションかなと。メディテーションは、まあ、めっちゃって言わないけど、まあしたけど。迷う方はかなりした。はい。あるんでね。これはもう、マストで覚えておきます。そうですね。まあ、結局、それが何でかっていうことで、次に、あるんですよね。やだっぴーたん、あひーなんたんというのは、過去というものは、捨てられたもの、過ぎ去ったものだと。その通りです。そして、あっぱったんちゃあながたんというのが、未来っていうのはまだ、この手に入ってないんだと。で、だから、で次に続くんですよね。パッチュパンナンチャヨーダンマンっていうのが、パッチュパンナっていうのが、もう、今そこで起こってること、生じてることって意味なんですよね、これが。もう自分の目の前で。まあ、現に起こって存在している、そういう、ダンマ、ダルマとも言いますけど、これはまあ、いろんな訳があるんだけど、これは物事ですね。現に起こっている、存在しているその物事を、彼は、たったたった、その場、その場、その場で、その場、ゼア、ゼアって意味なんですけど、たったたったっていうのは、その場、その場で、ビパッサティ。このビパッサティっていうのは、ビパッサナの動詞形です。ビパッサナは名詞形。名詞形。ビパッサティは動詞だと。そう。だからビパッサナのこれ、神髄学に書いてあるわけですね。よく観察するんだと。何を観察するかっていうと、今、そこに起こってることを、もうその場、その場、起こってるその場、その場でよく観察する。ちなみに、ビパッサティっていうのは、ビとパッサティからできてて、ビっていうのは、こう、クリアにとか、ちょっときちんと分別してみたいな、分けてとか、分けて、パッサティっていうのが見るってなことで、明確にこう、区別して、きちんと見るみたいな。いろんなことをごっちゃにしないんだよね。感情は感情とか。なるほど。事実は、ファクトはファクトみたいな。それをごっちゃにするからいけないんで、ビパッサナーっていうのはそれをきちんと分けるんだよね。分けてみると。はい。で、よく観察するとこれは訳しますけど、ビパッサナーの意味です。で、アサンヒーランっていうのが、揺らぐことがないと、訳しますけど、巻き込まれることないって感じですね。押しつぶされることないとか。征服されるって意味があるんで、これなんかもう目の前の出来事とかに征服されたり、なんか怒ったりして、わーって巻き込まれたり、そういうことがないようにって意味で、揺らぐことなく。アサンクッパン、動揺することなく。これも、怒りや感情に押し流されることなく。で、タンっていうのがそれをって意味です。これのそれは、さっきのビパス、その場その場でよく、観察すること、ビパッサナすることってを受けてますけど、それを、現在の物事をよく観察することを、ビドゥヴァ、知ってる人、知者、道理を知ってる者は、マヌブルーハイエ、よく観察、ダメです、ごめん、よく実践すべきであると。つまり、まあ、観察しただけで巻き込まれちゃう人もいますから、感情とか怒りに、巻き込まれずに、それを実践してくださいねって言ってるんですね。で、実践っていうののニュアンスとして、
マヌブルーハイエーっていう単語は、まあ、このその力を強く大きくするっていうね意味があるんで、最初はやっぱり弱いんですよね、その力、観察の力って弱いけど、まあ徐々に育んでくださいよっていうようなニュアンスがあります、この言葉には。だからまあ最初はうまくできないのは仕方のないことなんでしょうか。でまあただ現在のものを観察っていうのは、揺らぐことなく動じることなくが大切です。しかし、これは、絶対に過去や未来のことを考えないということではない。で、ティクナタンさんも言ってます。ブッダですら、この、瞑想中未来のことを知ったり、過去のことを知ったりとかしますから、なんか、私の前世を見てきたよとか、未来にはこうなるよとか、そういう発言があるので。お釈迦様自体の。そうそうそう。だから、過去見てるやん、みたいな感じ。ああ、なるほど、なるほど。これなんでかっていうと、はい、ヴィパッサナー瞑想においては、過去がリピートしても、それ今、過去っていうのが起きてるから、それ現在地として扱うんだよね。ああ、今現在過去がリピートしてるっていう状態を今として扱う。例えば、サマタ瞑想っていうか、よくアーナパーナっていう、呼吸の瞑想だと、はい、妄想が出てきても、振り払って呼吸に戻るじゃん。ああ、そうですね、そうですね。うん。あれはサマタ瞑想っていうんだけど、ヴィパッサナーは振り払わない系だから、呼吸見てて、瞑想、妄想が来たら、次は妄想、妄想、妄想で、フォーカスが妄想に行くのよ。瞑想の対象がその過去にあるっていうような。というか、今そこに、過去っていう妄想が今出てきたのは事実でしょ。はい、現在は。じゃあ、それを見るってことですか？そう、何がポップアップしてきても、それが現在の対象なの。なるほど、なるほど。だから全然瞑想のスタイルが違うでしょ。全然違いますね。うん。ヴィパッサナーとサマタってもう、かなり違って、で、ヴィパッサナーっていうのはそういう、なんか、悪いものでもいいものでも、なんかポップアップしてきたら、それを見つめるみたいな。そのサマスとヴィパッサナーはもう完全別物っていうか、完全別物。どういうなんか関係性というか。基本はサマタが準備段階で、ヴィパッサナーが完成段階と言われてる。ああ、じゃあ最初はサマタ瞑想、呼吸の瞑想を、まずはする。行っていく。という先生が多い。あ、でもそれが、真ではないっていう。和田さん的な回数はどうなんですか？私がミャンマーで習ってるというか、あ、スマナサラチョロもそうだけど、はい、さっき一番第1回でできた、マハーシチョロが教えたのは、いきなりヴィパッサナーに入れ、方式。だから、最初は呼吸、もう呼吸は、ワンオブジオブジェクツって言ってるから、ワンオブジオブジェクト。たくさんあるオブジェクトの中の一つだと。おでも、呼吸以外にも、現在出てくるものは、痛みとか、痒みとか、妄想とか、疲れたとか、なるほど、未来への願いとか、はい、いっぱい出てくるでしょみたいな、うんうんうん。そこをこう、キャッチ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 みたいな感じで、うん、もう一番こう、プレドミナントオブジェクトするんだけど、もう一応支配的な、目つぶって、パッポップアップして一番でかいやつをガシッと掴めみたいな。それをガシッと掴めて見るってことですか？うん。具体的にラベリングするんだけどね。妄想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 。重い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 。痛み痛み痛み。感覚感覚感覚。なるほど。痒み痒み痒みとか。なるほど。だから、コロンコロン、パッ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 って変わって感じの。瞑想体験になるんだよね。なるほど。だからまあ、それのいいところは、サマタだと集中系なんで、うん、集中できないとちょっとイラッとしたり、うん、なんか呼吸見てんのに痛いと呼吸にいけねえじゃないかよ、みたいな、なるけど、ヴィパッサナーのそのいいところは、妄想が出てきても、ちょっと今度は妄想を利用しよう、みたいな感じで、なんか、いっぱいステップがあるんだよね。へ、そういう方法も割とメジャーな方法としてある。うん、でも多くは割、例えば五円化式とかね。うん、五円化さんって有名な、うん、日本にもね、うん、ヴィパッサナーの道場がありましたけど、うんうん、あそこだったら10日間プログラムで、私五円化行ってないんだけど、前半はひたすらサマタなんだよね、確か。呼吸やってて、後半から感覚のヴィパッサナー。ヴィパッサナーになる。入ってくし、他にもパオ瞑想道場とかは、名前は聞いたことあります。うん、うん、そっちのやり方。やってて、うんうん、なんでかっていうと、お釈迦さんがその方式で行ったんだよね。あ、最初は呼吸。呼吸っていうか、なんかひたすら集中系の瞑想を極めてから、ヴィパッサナー行ったんだよね。うん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 。
だからそのやり方に従ってるみたいな。まあ、その順序に従ってことですか。お釈迦様が歩んできた順序通りに教えてるのですか。まあでもそれを別に、あの、まあ、ハーショルなんで、その、もうビバッサナーからやってもいけるって、で、本人がかなりの人だから、それになんか割と、あの、いけてる人も、私がミャンマーで見たときは、いきなりビバッサナーでも、うん。結局、だって別に呼吸に集中してるのと、慣れたら、別に呼吸だろうが、考えだろうが、まあ、それに集中できるんだよ、別に。瞑想対象として。そうそう。だから、どっちみち集中力上がってくるから、はい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 。別に一緒じゃないっていう感じは、なるほど、なるほど。言われてるよね。ああ、へえ、面白い。うん。まあ、それは、あの、大きく。あ、またこれもね、ちゃんと紹介したいかと。瞑想体系というか、それは、いろんな先生の、ぜひ、いろんな瞑想のインストラクションというか、流派があったら、知りたい、知りたい。はい。それ知っておくと、なんか、相対化できるからね。はいはい、あ、この先生はここに位置してるんだっていう感じ。確かに。分かって、自分はどれを、どこに行こう、位置しようかなっていう。なるほど、なるほど。感じになれるから、面白いと思う。それをまた、じゃあ、ベッドって感じですね。はい、今回はこの、すごい離れちゃった。かなり脱線したような感じ。はい。まあまあ、そういう、楽しみにしております。そういうことで、はい、あの、まあ、過去とか未来にこう、行っちゃうことはあるんですよ。うん、行っちゃっても、まあ、それを深く見つめながら、いつでも現在に意識をしっかりと置くと。つまり、まあ、巻き込まれなきゃったら OK と。うん、それによって、どんな恐れや悲しみにも飲み込まれないようになります。ということです。そして、揺らぐことなくと、揺らぐことなく実践せよと書いてますけど、それは、この世界に飲み込まれないことを指します。時々、世界は残酷で嫌をなく、人を争いや絶望に巻き込んでしまいます。まあそうやって戦争や自殺、殺人などが起こってしまう。だから、こう、巻き込まれないことっていうのは一つのキーワードですね。またもう一つ、動ずることなくっていうのもあります。これはもう怒りなどの感情に、押し流されないことを指します。まあ、この世の中に生きてると、もう本当にどうしてっていうタイミングで、どうしてっていう不都合な出来事が起こって、もう少し事情が、タイミングが違ったらこんなことにならなかったのにっていうようなことが起こって、めっちゃ怒っちゃったりしますよね。うん、なんでみたいな感じで。うん、もう些細な行き違いなんですけど、まあ怒るんですよ。で、そういう時は大体もう分かりやすい相手っていうのを、こいつのせいだとか、あれのせいだっていうのを分かりやすいのを設定して、攻撃対象にします。で、まあそしてあいつが悪いとか、あいつのせいだ。あいつを屈服させなくてはと。考えても頭はそればっかりになってしまいますけども、まあこれをよく例えても、もう暴流って言うんですかね、もう泡が流れて、もう押し流すような、そういうふうに言いますけど、まあそれに押し流されず、こう踏ん張って踏みとどまることを、このどうずることなくってのは、言ってるわけですね。ダンマパダという有名な、お経ですね。もう岩波文庫にも出てる。多分もう仏教の勉強するときは最初に読むんじゃないのっていうのがあります。その、これ最初の方ですけど、これこういう、詩があります。彼は私を罵った。彼は私を撃った。彼は私に勝った。彼は私から奪ったと。彼を恨む者たち。彼らの恨みは静まることがない。私を罵った。私を撃った。私に勝った。私から奪ったと。彼を恨まない者たち。彼らの恨みは闇静まる。実にこの世においては、恨みに報いるに、恨みをもってしたならば、ついに恨みの止むことがない。恨みを捨ててこそ止む。これは永遠の真理である。っていうのがあります。これ聞いたことある？いや、初めて聞きました。この最後の一個はね、日本を救ってるんですよね。この恨みを捨ててこそやむ。そう。これは永遠の真理である。はい。何かっていうと、まあ、ご存知のとおり、太平洋戦争で日本負けました。うん、45年ですね。はい。はい。その時に、いろんな国から賠償責任。うん、うん。どうしてくれんねんってことで、賠償責任問われました。うんうん、その時に、スリランカの当時の大統領が、う
この一番最後、スリランカって仏教国なんで、もうダンマパなんで、もうみんな覚えてるレベルなんで、一番最後のやつをね、引用したんですよ。英語で、こうやって、Hatred is not by hatred, but by love と言って、その訳もまたかっこいいんですけど、恨みは、恨みでは止まらない。愛によって止まらない。って言って、日本には賠償請求しないって言ったんですよ。これは、本当に、ブッダの言葉が政治を動かしたというやつですけど、かっこいいよね。こんなことを。かっこいいですね。大統領でこんなこと言ったらめっちゃかっこいいですね。確かに。はい。言ってみたいですね。直樹くんもなんか、怒りがあったら言ってみてください。ああ。でも怒り湧くときいっぱいありますからね。止められないからね。本当に。本当に止まらないです。いや、もう私もこんなこと言って、こんなこと言って、お坊さんでこんな話してますけど、はい。めっちゃ怒りと戦うときあるから。でもそっちの方がなんか僕は親しみやすいなと思いますね。やっぱり。お坊さんで全部できてますって言われたらなんか聞こえるらしいじゃないですか。いやまあもうできてたらもう死後必要ねえんだけど。まあそうですね。でも本当にね、うん、いやもう瞑想すればするだけこう気づいちゃうね。怒ってるわっていうのが。ああ、気づきますね。でまあ、これらはもう全く真理ですよ。うん、その通りですよ。うん、恨まれても恨まなかったらそれ争いやめますよ。うんうんうん、でもそれ、できるのみたいなところが結局問題になってくるでしょ、うんうんうん、それをもう分かるけど、はいはいはい、できるのみたいな、はいはい。私だってこれ何百回も読んでるわけですから、うん。読んでも怒り湧いてますよみたいな、巻き込まれてますよみたいなことになってるんで、これはもう絶対誰もみんなぶつかる問題だと思うんだけど、うんうん、まさに。で、ティグナッタンさんも、もう昼も夜もマインドフルに保つことっていうことを書いたりしてるんですけど、リードがありますね。いけるみたいな。24時間365日、マインドフルに生きることなんてできるって感じじゃないですか。うん。実は私は昔、プラクティスを始めたばかりの頃は、できると思ってた。あ、そっち側の立場やったんですね。だって、初心者だからと思ってた。初心者だからできないんだと思ってたんで。ああ、じゃあやっていけばできるんだって思ってた。そう。なるほど。すごい。だから、ある意味でポジティブというか。いや、スリランカのお坊さんに、スマナサーチョロだけど、はい、スマナサーチョロに教えてもらったから、バスな。あ、はいはいはい。なんか、チョロできてる感じで言うんですよ、自分のこと。はい。割と。はい。うん、なんかもう、これやったら、超人になれます、みたいな。夢見させてくれるんですよ。はい。本人もなんか、かっこいいじゃん。はい。スリランカのあの子供も来て、はい。なんか、ヴィパッサナ瞑想教えてるんですよ。ああ。なんか。で、そんな大きなところから直接ですか？直接。スリランカから直接来てるのね。あ、はい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 。まあ日本オペラペラだけど、ね。はいはい。YouTube とか上がってますもんね、いっぱい。そうそう、一応。日本オペラペラのやつ。ペラペラなんかもうすごいはっきり言うじゃん。言いますね。なんかちょっと、流法とかつけないじゃん。とは言ってもとか。はいはいはい。本当にガチでブッダの足はできるみたいな感じで、言う人なんで。はいはい。あ、じゃあ、やっぱ、できるんだと。技術的に下手くそだからできないんだと思ってて。なるほど、なるほど。できるんだと思ってたんだけど。はいはいはい。もう、これからどのぐらいですか？ 5、6年経ってますか？ 6 年ぐらい経ってると思うんですけど。うんうん、あ、できねえわみたいな。最近気づき出しまして。きっかけとか気になりますね。きっかけはね、いやもう先々週か先々週ぐらいまた怒っちゃったんだよね。ああ。でも、改めて、はい、あれみたいな感じで。あんま怒んない人なんだけど。はいはい。それもかなり怒っちゃって、二日ぐらいずっとなんかもう、ずっとリピートして。ああ、その怒りが。で、瞑想するわけですよ。はい。瞑想して怒り、瞑想して怒りを見つめて、っていうような作業をするんですよ、当然ね。うん、うん、うん。で、まあ消えるんですよ、割と。はいはい。で、消えて、まあ1時間後。うん。ふとリピートしますよ。心の隙間につけ込むように。なるほど。で、またなんか歩いたりとか、はいはい、呼吸を唱えたりとか、なんかちょっとプラクティスするとまた部屋あるんですけど、はいはい、その繰り返して、要は調子いい時はいけるんですよ。なるほど。だからちょっと心が乱れた時は、やっぱなかなか、そう。リピートしてきて、一気に攻めてくるよね。弱いところ見つけたら。確かに。一瞬飲み込まれちゃいますよね。そう。ぐっと。で、もしその時にさ、例えば仲間が一緒に暮らして集団生活したり、はい、してたら、はい、割といけると思うよね。みんなで助けてくれるから。うんうんうん、でも、まあ、日本のお坊さんって別に家族です。一人で暮らしてるわけだし、うんまあ、みんなもそうじゃん。うんうんうん、そんな
助けてって急に電話できる人って、まあ、まあいるかもしれないけど、うん、なかなか今怒ってんだけどって彼女は言わないでしょ。彼女に先に、ね、言うか愚痴が愚痴は言うと思いますけど、ね、今こうこうこうでとかプラクティスがとかはなかなか言えない。実況中継しないね。全然ですね、うん、あの愚痴になっちゃうね。確かに愚痴って別にけあの愚痴はマインドフルネスじゃないからただ吐き出してるだけだから、なんだったら強化するだけだし、はいはい、まあ、結局調子いい時しかできないんだなってことに気づいてきて、調子悪い時はもう全然ダメなんだなと思うしってことに気づいてきたんだよね、まあ、その証拠にやっぱりマリとかミャンマーで修行してる時とかもうめっちゃ楽しかったんですよ。あ、もう俺瞑想だけでいいわみたいな、お他何もいらんみたいな、はいはい、めっちゃ森の綺麗だし、みたいな、はい。みんな穏やかだし。はい、で、衣食住も足りてるし、うんうん、もうこれでいいじゃんと思って、すげえ良かったんだけど、やっぱ日本に帰ってきたら、日本に帰ったらね、どのぐらいだったかな。1ヶ月ぐらい前はまだなんか、こう、マインドフルネスのモードが残ってんだけど。おー、なかなか長かったっすね。いや、長かった。いたのが長かった。いたのは2ヶ月ぐらいだからね。なるほど、なるほど。だから、まだ続くんだよね。はいはい。もう本当に戒律もこれから守ってるんだって感じで。はいはいはい。いたけど、もう日本にやって1ヶ月、2ヶ月経ったら、はい、もうダメだったね。もう、あ、もう、ネットフリックスアニメ見たいってなってきてるし、はい、エッチな動画見たいな、みたいな。それ言っていいんすか？言っていいよ、言っていいよ。当然だから。ああ、それはめっちゃわかりますね。僕2年前にタイのプランブリッジ行って、うん、一週間、ホリデーリトリート行って、うん、で、僕も帰ってきて、僕は二日でしたね。二日は持ちました。だから、あれじゃ、行った期間の半分ぐらい。行った期間の半分ぐらいは日本帰ってきて持つんですよ。はい。それめっちゃ覚えてます。だ三ヶ日、だあの、年末年始行ってたんで、三ヶ日ぐらいまでは、すごい日本でも穏やかだったんですよ。賢者モードが続く。めっちゃマインドフルネスできてるやん。わかるわかる。なんか食べてる時でも全然、わかる。違うみたいな。あるんですけど、四日目、1月4日から、もう欲望の嵐でしたね。一瞬で戻りました。ですよね。あるあるですね。それでもみんなそうだと思うんだよね。そうなんですね。いやまあ、私がこれそれ弱いからなんだなとか、はいはいはい、思ってたんだけど、はい、まあ、シェアリングっていうのがあって、はい、ある回で、はい、でまあ、この思いっていうのをシェアしたんだよね。はい、そしたらみんなも、私もそうっていうのを、すごい聞かせてもらって、はいはい、そうだったんだ、みたいな、うん。俺だけじゃなくてみんなそうなんだっていうか。うん、てか、これ普通なんだ、みたいな。なるほど、なるほど。よかったと思って。おー、うん。って思ったんですよ。はい。多分これ、思わない人ってもう、マジ超人というか、本当に 0.0001% ぐらいの人だと思うんだけど。はいはいはい。で、99.99999% の人は、うん、みんなこうだと思うんですよ、うん。うん。調子いい時はいける、みたいな。確かに。調子悪くなったらダメ、みたいな。確かに。あるいはコンディション的に自分が余裕がなかったら無理とか。確かに。うん、そういうもんでしょ。うん、でも、ブッダがね、教えるに際して、そんな 0.0001% に対して教えを解いたとは当然考えられない。うんうん、意味ないの、そんなのが、うんうん。40年もこう、渡り歩いたんですよ、インド中。はいはい。解いて回ったんですよね。なんだったら、最初ブッダ、嫌だって言ってましたからね。解きたくないって言ったんですよ。はい。ですよね、このまま悟って幸せに亡くなりたいって思ったのに、うんうん、で、言ったわけじゃないですか。うんうん、それは当然、そんな、例外的な人じゃなくて、普通の人を対象に、やるはずですから、うん。うん。だから、だからこれ今まで読んできたところは、当然だけど割とできないところじゃない。はい。過去を忘れて、未来を忘れて今に帰るとか、うんうんうん、恨みに対して恨みで返さないとか、ですよね、うんうん、だけど、うんうん、でもできないよねっていう。そんな中途半端なことしないでしょっていうところに、はいはい。で、おかしいなと思って、もう一回これ読み直してたら、この経典をね、あ、次にちょっとキーワードがあったなと思って。おう。それがもう死でした。死。死ぬっていう死ぬ。死ぬ。これがね、キーワードなんですよ。じゃあちょっと次の句を読みますね。はい。アッチェバキッチャンアータッパンっていうのが、今日こそ、熱心な努力がなされるべきであると。まあ、この努力ってのはマインドフルネスのことですけど、でも今日こそマインドフルネスを維持しなさいと。まあ、これも同じことを言います。そして、どうしてっていう理由が来るんですよ。
コ・ジャンニャー・マラ・ナンスベーっていうね、誰が明日死ぬかもしれない、明日の死を知ってるだろうか、明日の死は誰も予測できないってことですね。ナヒノサンガランテーナマハーセーネーナマッチュナというのは、というのは私たちは蚊の、死の軍隊、死が持ってる、これ軍隊っていうのは死の原因いっぱいあるよね、火事で死ぬとか、はいはいはい、変装で死ぬとか毒で死ぬとか、はい、でいろんな要因が死をもたらすんだけど、そういう奴らとつまり約束取引ができないってことを言ってるんですよね。これはなんかちょっと面白いコメントがついてて、ね、伝統的なコメントなんだけど、これどういう意味ですかってことを言って、私がブッダにお祈りするまで数日間待てみたいな、死に対してね、で死に対してお金払うから待ってとか、死に対して、軍隊で排除するからしてやるぞみたいな、そういうことはできないですよってこう言ってて、まあ、当たり前なことが書いてあって、ちょっと面白い。そんなこと言わんでもいいのにみたいな感じで思うんだけど。はいはい。まあ、これ要は、人間世界ではさ、友情とかさ、信頼関係とか、お金とか、権力とか、軍事力とかで、取引できるじゃん。もう自分の希望を通せる。はいはい。でもこう、死に対しては、全く通じないよね。もう、向こうはさ、死の方は一方的にこっちを借り取れるけど、命を。でも、こっちから何のアプローチできない。だから死神って神様になってる。恐れられてるけど、敬われてる。で死神っていうのは、運命とか宿命の、シンボルにも結構なってます。で、もう、運命、宿命。さらには、死っていうのは、もう自然とか宇宙の働きだよね。もう、死っていうのは、人間が決めたルールじゃなくて、もう自然のルールだよね。もう宇宙のルールだよね。もうそれが向こうからやってきて、そのルールに強制的に従わせるわけだよね。だからもうそういう象徴でもあるんだけど、なんでこのブッダは急にここで飛んだなんか、死っていうなんかもう、今までなんか、恨みを捨てろとか、現在に帰れとか、自分の努力でできそうなことを言ってたのに、急になんか外部存在というか、まあ超人間的存在っていうのをここで出してきたのかっていうことを考えたんだよね、さっきの続きで。まあ単純な解釈があります。それは単純に明日死ぬってなったらやる気が出るってやつです。まあ、これは癌で余命宣告されたりとかしたら、なんか考え方とか人格変わって、残りの人生幸せになったっていうのはよく映画とかでもある話だし、お坊さんとか割と言いますね。死にそうになったことで、なんか、本当の大切さみたいなのを気づいて、そこから人格が変わって、結局偉いお坊さんになりましたとか、まあ宗教家にもありますけど、そういうのはよく、あります。だからまあ、この死っていうのは、命を奪うんだけど、同時にこうなんか、もう原動力になってくるんだよね。大切、命の不思議さとか、奇跡とか、大切さに気づかせてくれるんだよね。タイとかミャンマーだと割とこの死を利用してるんだよね。死髄念って言うんだけど、私も参加したんだけど、はい。火葬場ってないんだよね、タイって。そのまま墓地でなんか、キャンプファイヤーみたいに燃やすんだよ。本当に。いや、もちろん都会の方が違うと思うけど、はい、私がいた、モナスリーとか、僧院では、はい、ファイヤーしてた。お坊さんみんなで囲んで、キャンプファイヤーみたいにこうなんか火積んで、はい、目の前で人を燃えてくる。マジで。何するかなと思って、じーっと見てるんだよ。瞑想してんだよ、それ、見ながら。あ、もう見てるんですか、目開けて。見てる。日本みたいにお祈りして、ほら、葬式してるわけじゃないんだよ、ね。はい、見てるんですか？見てるんだって。燃えてるの、人が。そう。だんだん燃えてくの。それが修行になるから。まあ、要は、それをやっていくと、まず、まあ、人間がもう、本当に人間だと人が灰になっていく過程が見えちゃうんで。わー、すごい体験ですね。うん。だからもう、どんな綺麗な、可愛い人でも、
ああこうなっちゃうんだっていうのがよくわかるし、まあ何よりもあれだよ、もうその場にいたらなんかもうそれはちょっとちゃんと生きようってなってくるよ。なかなかですねそれ。すごいね、その遺族の人もすごいなと思った、俺見てて。あ、遺族の方も一緒にやってる、一緒にやってる。遺族のなんかね、感じとして遺族の人が亡くなっちゃうと寄付するみたいな、修行に使ってくださいみたいな。すごくない？絶対ないでしょ、日本。絶対ないですね。絶対ないと思うんだけど。なんかあんまり悲しいるんだ。泣いてはいなかったね。写真撮ってたからね。写真ですか？あの、燃えてる。後ろ。いや、すげえな。すごかったね。うん、すごいなと思って、ね。まあ、割と長いこと燃えてるから、みんな、はいはい、僧侶は瞑想してんだよね、すごい。そうね。それが燃え切るまで瞑想するんですか、うん、遺族もそれでお坊さんたちのやっぱ悟りに修行に役立ったってことで、はいはいはい、それが功徳になるってことで喜んでするんだろうけど、まあなかなかヘビーなやつ、ね、なかなかヘビーですね、はい、まあ、あとまあもうちょっと前のものが言えば、こういうお寺の道場の横っちょに骸骨が置いてるのよ、はい、あの理科の作り物じゃなくてリアルな骸骨が、マジの骸骨、マジの骸骨、はいはいはい、それも信者さんが寄付してる、はい、自分が死んだら自分の骸骨を置いてくれって感じ。それも海外の国で。それもタイだね。タイで。うん。タイは、タイの僧侶がよくやってたね。へぇー。その前で瞑想するのよ。チラッと目開けて。眠そうだったらチラッと目開けて。で、骸骨見るんですか？そう。すごいな。頑張れそうでしょ？なんか、適当に生きちゃかんなって思いますね。適当に生きちゃあかんなって絶対思うと思います。非常に効果的。はい、確かに。非常に効果的。確かに。だからこれは、ブッダが考えたいいし、いや、まあ、いいっていうか、いい、まあ、修行にとってすごくいいし。確かに、確かに、確かに。うん、ああ、いい。よくできてんな、というか、うんうんうん。まあ、日本もそうだったね、昔は。はい。あ、そうなんですか？うん、あの、今、京都の、清水寺とかもそうだけど、はいはい、全部川の向こうにあるでしょ。鴨川が。京都行ったことある？あります。鴨川って川が流れてて、はいはい、清水寺とか、まあ、千代院とか、はい、大きいお寺があるんだけど、高台寺とか、はい、それは東山って言うんだけど、全部川の向こうにあるんだよ。川の向こうって、基本もう都じゃないから、川の手前が都なんだけど、川の向こうは都じゃないから、何に使ってたかっていうと、死体をガンガン捨ててたんだよ。だからあの辺はもう死体捨て場みたいな感じで、死体がゴロゴロ転がってたところで、そういうところに坊さんたちが住み着いて、うんうん、っていうのはなんでかっていうとこういうことしてたんだよね。へぇー。あの、日本画とかでもあるけど、あの、美人がこう、だんだん腐ってくる。1日目、2日目、3日目。見たことあるかもしれないですね。うん、はいはいはい。あれがもう沈いね、これ。タイとかでやったやつが残ってたのよ、日本にも。あ、残ってたんだ。うん。でまあ今やらなくなっちゃったけどね。あ、そうなんですね。だからその名残で、あの、あそこは寺ばっかになってるんだけど。うんうん、うん。まああったんだよ、その日本に。へぇ、うん、まあこう、そういうプラクティスの一つの方法だよね。なるほど、なるほど。さっき言ってた、あの、やる気がない時どうするか。一気に目覚める。だいぶ、バチーンやられますけどね、また、あ、は。そう、そうそう。いやー、どうも、すごい。その方法論はその通りでございます。なるほど、なるほど。はい。ええー、はい。で、まあ、まあ、これが一つの単純な解釈で、まあ、これでいいんだけど、うん、もう少し深く、見ていきたいと思います。はい。ダンマパダ、さっき紹介したやつには続きがあります。実に、この世においては、恨みに報いるに、恨みをもってしたならば、ついに、恨みの止むことがない。恨みを捨ててこそ止む。これは永遠の真理である。その続き。我らはここにあって死ぬはずのものであると覚悟をしよう。これを他の人々は知らない。しかし、これを知る人々があれば争いは静まると。これも、恨みを捨てなさいで終わるのに、死を出してきてるんですよ。これ原文に即して言うと、自分が死ぬっていうか、山は魔性って書いてて、死神山の、支配下にあると知るってこと。死神と共にある。ちなみに山っていうのは山、閻魔、閻魔だようです。なるほど。はい。になってきます。で、まあ、それを知ることによって争いを鎮めることができると書いてます。
普通にロジック、てか我々がコンピューターだったら、恨みを捨てるボタンを、プログラムを踏んどけば、争いは止むんですよ。この、死ぬはずのものであると知るっていうのはいらんわけですよ。でこれはいらんけど、人間だからこれはインプットしてるわけですよね。で、これが、どうしてって言ったら、やっぱり、自分の努力、自力だけで、昼も夜もマインドフルネスであるっていうのを、恨みを捨てるとか、現在に生きるとか、自力では無理みたいな。結局そういうことなんですよ。結局 C とかなんかもう外部がいるんですよ。その、もうブーストがないと、やっぱり、もう我々が弱いんだよというか、しょぼいんだよとかよく分かってたんですよね、お釈迦さんが。だからこの死っていうのを導入してるんですよね。まあ、至るとこに、仏教の至るとこに出てくるけど、この死っていうのは、こういうまあブーストとして、外部のものとして使ってるんだけど、まあ、死っていうのは本当に会話も取引もできない、もう、エイリアンのような存在。で、もう死を前にしたら、もうどんな金持ってても意味ないと。権力があっても意味ないと。でも同時に、死はやっぱり、この一瞬一瞬の美しさがね、命の尊さっていうのを教えてくれます。死がなかったら生の価値を認識することもできない。例えば SF 映画とかアニメとかでよく、死ななくなった人が、死にたいみたいな感じで、事件を起こすっていうアニメはもうたくさんあると思うんですけど、もうあれはもう当然そうなんだろうな、みたいな。自分も多分、永久に死なないというか、死ねないみたいな。きついですね。切っても再生しちゃうみたいな。体だったら、もう絶対死にたいと思うんだよね。まあ、あるいはコールドスリープみたいに入るとか、あれも狂っちゃうみたいな。そっち方向に行くと思うんだけど。だからもうそれはもう死がないともう本当に生きてるっていうのが、もう無価値というかもう意味なくなっちゃうっていうのはもうまあ、普通に考えればそうだなと。で、まあ死っていうのはだからもう運命、つまり命を運ぶもの、そうやって命を、死があるから命をこう、命がこう回っていくんだよね。だから死、宿命でもあるのね。命を宿るもの、宿すものでもあります。だから、我々ってのはもう本当にしょぼいと、弱いと、ダメダメだと。だからそういう、この死とかいうね、大自然とか、大宇宙の働き。まあ別の言い方で言ったらもう神とか仏ですね。そういうのがないと、単純な今を生きるとか、恨みを捨てるとか、めっちゃ単純な、もうコンピューターと一瞬でできそうな、これが、できないんだよね。できないから、もう、この死っていうのを持ち出してきたんだよね。ね、仏教の長い歴史の中で、この死っていう、これに類するもの、この伝統っていうのが割と生きていて、原始仏教はよく神様とか、仏、なんか、阿弥陀さんというか、なんかスーパーマンみたいなの出てこないと。あれ、もう、もう科学的だと。恨みを捨てたら恨みが来るんだと。科学的だっていう言い方をされますけど、原始仏教でも、これ原始仏教なんだけど、お釈迦さんの、昔からのお経でもこういう死っていうのが出てきたのと、まあ、同じような装置として、大日如来とかね。大日如来というのはもう全宇宙が仏なんだみたいな。仏とか、阿弥陀様とかね。阿弥陀様は、この世界のもう外ですよ。もう自分には、自分とは、この宇宙とは違う外にいて、人を救ってくれるみたいな。だから今もう外部の、かなり強力な、ブースト、手助け。こういうのが、もう仏教の歴史の、2500年の歴史の中で、どんどん積み重なってきたんだよね。割と昔、私が瞑想を知ったときは、これ全部、偽物だと思ってたんだよね。え、どういうことですか？え、だって仏教、瞑想したときに、え、仏教って全然神様とかさ、お祈りとか出てこないじゃん。はいはいはい、確かに。宗教じゃなくないみたいな。ああ、確かにその感覚あるかも。うん。ただ今あるかも気づいてくるんでしょ、みたいな。もう全然何にも科学的じゃん、みたいな。何のお祈りとか宗教とかいらんよね、みたいな。はいはい。ってことは、でも今の日本の宗教を見て、日本の仏教を見てみたら、うん、完全宗教だよね。そうですね。みんなお祈りしてるし、うんうんうん、なんか安全祈願とかしてる。はいはいはい。助けてくださいみたいな感じで。うんうん、神様にお祈りしてるから、うんうん、もう偽物じゃんみたいな。うんうんうん、全然仏教、仏陀の
ああ、今ある日本の仏教ってことですか。ブッダの本来の仏教ともう全然違う。分け離れてますよね。分け離れてるなと思って、割と絶望したんだけど。はい、どうしようみたいな感じで。でも日本のお坊さんだから。はいはい。これちょっとテーラーワードに変えた、変わった方がいいかなって。え、変えれるんですか？逆に。変えれないね。離婚しないって感じます。ああ、なるほど、なるほど。離婚して、はい、タイに渡らなきゃいけない。なるほど、なるほど。なので、ほんと、ちょっと若干それも考えるぐらい、はい、ちょっともう、嫌だなって思ってたんだけど。ああ、でもほんと、原始仏教とは全然そうですよね、もう。うん。まあ、あっちの方が分かりやすいし、なんか、かっこいいじゃん、科学的で。うん、分かります、分かります。うん。でも、やっぱ最近になってこれに気づいて、はい、っていうのが、タイとかミャンマーとかで修行してると、修行めっちゃ進むやんか。うんうんうん。だってもう修行しかできないんだもん、環境的に。うんうん、テレビとかネットとかないんだもん。はいはい。それはできるんだよ。はいはい。でも日本に帰ってきたね、普通に生活してたら、同じクオリティできるはずが。そうですね。うん。特化してるわけだよね、向こうは。特化してる。特化してるわけだ、修行に特化した。そうそうそう。もう修行に、もうオリンピック育成選手みたいな感じ、はい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 、で、選手村みたいな感じ。ああ、それはもう全然違いますよね。うん。でも全然違うん、ね。はいはい。でも、まあ、こっちに帰ってきても、やっぱりマインドフルネスってすごいなって思ってるから、実践するんだけど、もう差が激しくてね、やっぱりね。まあ、その、現地でのクオリティでできないですよね、自分も。まあ、そういう時に、日本の仏教、例えばうちの宗派は、生阿弥陀仏だから、はい、うん、仏像の前に座って、生阿弥陀仏って言って、こう、もう頭下げてやってたら、はいはいはい、やっぱ超楽になったんだよね。その、なんか自分を責めるというか、はいはい、あれ、努力してないな、頑張ってねえな、みたいな、はいはい。それが消えるんだよね。へぇ、まあ、もうそれもいいじゃん、みたいな。なるほど、なるほど。それも仕方ないじゃんっていう感じの気持ちになってくるんだよね。はいはい、なるほど。まあ、死っていうのは、まあ、その一つの装置なんだけど、うんうん、日本のその阿弥陀さんとか大日さんとか、うん、そういう装置っていうのは、やっぱり、自分で頑張ろうっていうのは、どっかで限界が来るというか、うん、時に、死とか、うん、阿弥陀さんの助けとか、はいはい、大日さんの助けとか、があると、うん、なんかそこにこう、すごい後押しが来て、うん、もう、なんかそれに任しとけば、割と自然にこう、プラクティスができるというか、うんうんうん、まあできなくても、別にプラクティスでうまくいくとかいかないとないから、うんうん、うまくいかないこともそのまま受け入れていけたら、うん、それもそれでマインドフルネスだから、まあ、それが理想状態なんだよ、うんうん。別に、まあ最終的にはもううまくいく、いかないって何も思わなくて、あ、全部ありがたいな、みたいな、うん、全部楽しいな、みたいな状態が、はいはい、目指すべき理想でしょ、うん、まあ、それが今を生きることの究極の形なんだけど、うんうん、そこに行きたいときに、やっぱりこういうね、神様、仏様、大自然、大宇宙系は、めちゃめちゃ助けてくれるね。うん、なるほど、なるほど。これがもう仏教的マインドフルネスなんだよね。うんうんうん、だから、別に宗教じゃなくてよかったんだったら、まあ、そもそもこんなんいらなかったわけで、うんうん、今のアメリカのマインドフルネスだけでよかったのが、うんうん、こういうのを長い歴史でこうくっつけてきてるんだよね、うんうん、大宇宙とか自然とか、うんうん、阿弥陀様とか、うん、それはもうこの仏教のプラクティスしてた人、実践者たちのもう知恵なんだよね、うんうん、まあ、お釈迦さん時代は死でした、死っていうもんだったけど、その後の発展、その後のまあ実践の過程で、あ、やっぱり、自分の力だけではきついなっていうのを本当に気づいたことのもう証明で、こういうのが今残ってるということです。これが普通のスキルとしてのマインドフルネスと、この仏教のマインドフルネスの大きな違いです。で、もう最後にね、道元さんの一言を紹介したいんだけど、禅の。そう。もう道元さんって言ったらもうすごい自力の人だと思われてるじゃん。ああ、すごいそのイメージあります。ひたすら座って座禅して、はいはいはい、悟るみたいなイメージがある。うんうんうん、イメージありますあります。あるんだけど、道元さんの言葉がもうかなり熱くて。へ、ただ、我が身をも心をも放ち、忘れて、仏の家へ投げ入れて、
仏の方より行われて、これに従い持て行くとき、力をも入れず、心をも費やずして、生死を離れ、仏となる。誰の人か、心に滞るべき。もう完全仏にお任せしてますよね、これ。確かに。うん。これはもう完全に、自力じゃない。だからやっぱり。自力の先に、そうなの。たどり着いたんです。そうなのよ。やっぱり多分、ほぼ全員自力で、まず、スタート時点で自力で、僕いきなり他力の人はあんまり信用できないんだけど、はいはいはい。いきなり最初から無理だからって人は、ちょっと、個人的にはあんまり信用できないんだけど、はいはい、自力で頑張って、壁にぶつかって、そこで気づく他力っていうのは俺すっごい価値ある。なるほどなるほど。うおー、そこに行き着いたかって。はいはいはい。ね、てか、それがやっぱ一番効率的だし、一番、まあ、ハッピーになれる道だと思うんだよね。道元さんですよ、こうでから、うん。だからね、当然皆さん壁にぶち当たって、もがいて、まあ、最後にこの姿になっていくんじゃないかなというのを、なるほど。うん。まあ、ここから読み取ってみました。そして、まとめにいきましょう。最後に、A1、ビハーリン、アーターピン、アホーラッタン、アタンディタン。このように暮らし、そして、熱心に努力を、昼も夜も怠ることなくする。タンウェイ、バッテイカラットッティ、サントーアーチカッテームニーン。彼こそ、バッテイカラッタ。いろんな役があるよね、うん。まあ、私は日々を良き人なすものであると心静まれる聖者、つまりブッダは言いましたよ、と。終わります、ね。まあ、これが言ってるのはもう仏教的マインドフルネスの目的っていうのは、まあいろいろ言ったけど、今まで。うん、もう健康でもなく、仕事を効率的にこなすことでもなく、超人になるとか、瞑想の上級者になるとか、そういうんじゃなくて、ただ、一日を良き人なすんだよと。ひいては、今この時を素晴らしい時とする。そういうことなんだよということが、優しく述べられています。まあきっとどんなに実践がうまくいって、瞑想の上級者になったと思っても、このシンプルな原則を忘れないことが大切なんだと思います。まあそうすれば、傲慢になることも、自分を卑下して、さっきのできない自分を責めたりね。そういうこともなくなるのかと思います。仏教的マインドフルネスのあり方とは、まあ、このようなシンプルな幸せを味わうことになります。まあ、私自身も今まで話したようにもいろいろ問題あるんですけど、まあ、こうやってブッダの知恵、まあ、さっき言った特に他力の知恵なんて、すごく、仏教的マインドフルネスにしかない知恵なんで、そういうのが伝わって、まあ、なんか、頑張っちゃいけないんで、仏教的にはやっぱり。うん、まあ、肩の力を抜いて、毎日楽しく過ごしたいな、みたいな、うん。そういう仏教的マインドフルネスっていうのを、うん、みんなに伝わって、皆さんが幸せになれたら、こんな嬉しいことはありませんので、ぜひぜひ、マインドフルネス学んで、できるだけ楽しい形で実践していただけたらありがたいなと思っております。はい、長時間にわたりましたが、いかがでしたか？いやー、今回は最後話した他力、はい、っていうところ結構衝撃ですね。なんていうか、そう、先人たちの知恵って言ってくれてましたけど、うんうんうん、まあ、こういう仏教の教えをこう深く、こう自分が実践するために、うんうん、そういった仕組みをある意味作ったというか、そうそう、今までの人たちが、そうそう、どうすればこれを実践できるのかという仕組み、うんうん、それはまあ阿弥陀仏であり、大如来であり、うんうん、最初は死でありっていう、なんかそれがまたこうね、ずっと残り続け、うん、今もそれが、日本だとあるわけじゃん。日本の仏教って残ってるっていうのもまたコロマン感じますし。まあ、テーラワーダでもあるからね。はいはい、科学的だって言われてるスリランカとかタイとかミャンマーでも、
プラクティス、あの人たち何回もこう礼するからね。はいはい。あのもう、座るたびにこう頭、足につけて、礼してるから、それ何にしてんのってやったら、やっぱりこの、大いなるもの、ブッダとか、礼をして、そっから瞑想を始めてるんだよね。あー、なるほど、なるほど。もう、比較的宗教色薄いと思われてるのも、やっぱ彼らだって、そんな、もう、あるんだよね。うん、うん、うん。だからやっぱり、普通に、なんていうの、うん、近道なんだよね、多分。そういうふう、そういうふうに行うというか、そういう世界観を持つって感じの方が近いんですかね。でもね、実は世界観も大事だけど、その、この、ライをするっていうか、はい、もう動きが割と助けてくれたりする、ね。動きか。ほとんど土下座に近いじゃん。なるほど。やっぱ土下座に近い形をすると、自分が折れるんだよ、結構。へぇー。それはもう、例えば手を合わせるっていうのでも、この辺の心境の変化というか、心の持ちが変わるんだよね。うん、ちょっと感覚が違うでしょ。うん、あるいはこういう陰とこもあるでしょ。これと、普通、うん、これ、違うよね。うん、感覚が、うん。動作によって、人間の感覚、あるいは姿勢とかによって、かなり大きく左右されるんだよ。なるほど、なるほど。だから、ライっていうのは、まあ、チベットとかもよくやるけど、ライっていうのは、自分、エゴっていうのをおるのに割と。すごい。体動きが助けになってるんですね。そう。おでこ、おでこを地面につけるっていうのが。なるほど。それは、宗教だって捉えると、私もやりづらかった。宗教だって捉えると。うん。でも、プラクティスの、もう、プラクティスというか、自分が幸せになるための、知恵とか。なるほど、なるほど。役立つ素晴らしい財産みたいな。なるほど、なるほど。捉え方をしたら、率先してできるようになってきたんだよね。それを本当に捉え方ですね。どっちが先かというか。そう。別に、それが、多分、今私は分かりやすいように言ったけど、はい、最終的な境地としては良くないんだよ。なんかその、助けるためのなんかテクニックみたいな感じ。うん、結局それ自分が利用してるから、うん、エゴが出ちゃうから、はいはい、あれだけど、でも最初はそれでもいいと思うから、うんうん、でもだんだんこの体の動きとかが自然にこう自分を追ってくれるから、うん、外形だけでも取り入れると全然なるほど違うなっていう感じ、ね、なるほど、なるほど、まあでもそれで変な宗教かどうかはちゃんと見極めないといかんと思うけどね。ああ、それとは別の問題で、はいはいはい、うん、ちゃんと何のためにやってるかっていうことを、うん、自分の頭というか体で分かって、うんうんうん、こうやって分かってながら実践するならいいと思うんだけど、ただ進行するだけだと、ちょっと危ないところに入ることもあって、うん、それはもう分かっておいた方がいい。うんうんうん、と思いますね。はい、いや、深いな。くたくたじゃないですか。いやすごい一気にこんな深いところのインプットをすることないですもんね。いや、私もこれね、話したいんだけど、はい、こんな長いこと話して付き合ってくる人いないから。はい、ああ、そうですか、うん、普通のなんか法話とかで絶対できないじゃん。ああ、この長さまではさすがに。いや、無理でしょ。まあでも普通何もしない人たちですもんね。何もしない人だし、そんなに何時間も話聞く予定がないので。確かに。もう延べ、4時間、5時間くらいやってましたもんね、これ。そうだね、そうだね。日が暮れたね。暮れましたね、完全に。だからもう、でもこのすごい、すげえこの、お経読んでるとこういう気づきがたくさんあって、お経読んでるとあとはやっぱり、日々の実践というか、日々の、まあ、実践って言ったらちょっと私頑張ってるみたいなあれだから、まあ、普通にお坊さんとして生きてたら、うん、自然に気づけることってのは割とあって、うんうん、そういうことだよね。まあ、私自身だけじゃなくて、いろんな先生に教えてもらったり、先生の生き様を見せてもらって、気づいたことってたくさんあるんだけど、うんうん、これはもうぜひシェアしたいなと思って、めっちゃ面白いと思って、思いましたんで。ありがとうございます。ね、面白いと思ってもらえると嬉しいです、ね。いや、めちゃめちゃ面白かったです、本当に。よかったです。次も楽しみです。じゃあ、第2弾はまた、はい、はい。次回ということで。次回ということで。はい。じゃあ、もう今日は、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。では、皆さんごきげんよう。ロータスラジオ。今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や教義を離れた立場で、
自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上お聞きください。それでは次回もお楽しみに。